はいどうもこんにちは、これです。今回なんですけども、魔竜イナ編成ですね。ウライギョの存在、闇属性パーティーの中で最強であろうこの編成使っていこうと思います。までにブラックジャックですね。これ火力上げたいんでブラックジャック装備つけてます。いない方はまあそうだな、アシスト自由なんで好きなキャラつけてあげてください。で、ヒエですね。ヒエに関してもブラックジャック装備継承と。まあこれもなかなかね、編成難易度すごいですけど、まあブラックジャック装備に関してはね、HP80% 以上武器とか、闇列武器とか、闇ドロ強武器とかで、ね、まあなんとかなるんでね、適当に代用してあげてください。最悪ギミック耐性しても OK です。はい。で、クロリですね。クロリにミカサ武器つけてます。まあ、これはね、暗闇耐性欲しいのと、あとはね、L 字消しが欲しいんでミカサ武器採用してます。はい。そして、マイネ。マイネに関しては、雲耐性つけれるんで直入れしてます。マイネ直入れして、アシストにクロリと。で、遅延6つけてます。はい。で、これでクロリループが発動すると。で、エネルギー眼定。闇ドロ強要因として採用してる上にね、新キャラのカボデビ採用してます。カボデビがね、暗闇耐性持ってる上に闇ドロ強2個あるんで、これでパーティーの闇ドロ強の数が合計で11個。闇3個消して2倍以上出るぐらいの火力なんで、なかなかやばいです。で、ラストフレンドは稲にカムイ継承ですね。まあ、じゃあ実際にちょっとね、使っていこうと思います。はい。じゃあ実際に使っていこうと思います。はい。ちなみにね、初手に関してはクルーリが3ターン溜まりません。で、ヒエも3ターン溜まらないんでね、しっかりと盤面調整しながら突破してあげてください。まあ、基本的にね、最悪の手段、ネルギー眼定があるんだけど、まあ、多分、5消ししながら、ちゃんと消してもらえれば、闇ドロップ6個集まると思うんだよね。はい。こんな感じ。まあ、集まんなかったらネルギアンテ使って、その時は全然いいから。はい、こんな感じで耐久できます。で、2階層に関しては先制がないんで、少し HP 不安になるかもしれませんが、別に問題はないと。はい、こんな感じで倒していきます。はい。言うて強いからね、言うて。で、2階層。あと1ターンで溜まるんで、ここに関しては、5ゲージしながら敵に回復しておけば OK。まあ、ウライギョの場合、初手闇ドロップがいっぱいあるかって運だからね。はい。で、こんな感じで回復しておいてあげれば OK。言うて回復力もまあね、ちょっとはあるから、全然大丈夫。はい、これで。25% 軽減で全然耐えれます。で、クロリ使います。で、こっからもう俺のターン。こっからもう俺のターンっていう。最初が少しだけ不安要素かもしれないかな、やっぱり。クロリループ編成共通で。はい、こんな感じだったら組んであげれば、これ1列でね、軽く見てほしいんだけど、HP80% 以上じゃなくても1列で1億出てます。1億だよ。1億1列。まあブラックジャック装備いっぱいあるとはいえども、闇ドロ強11個あるせいで1列で1億出ちゃうんだよ。しかも HP80% 以上強化乗らなくてよ。化け物じゃない？なんかもう最近のね、キャラのインフレというよりもマデューだよね。マデューによるインフレが激しすぎてね、すごい火力の上がりようがやばいもん。またこれで1億超えるからね。はい、1億。わかるもん、1億超えるってことは。で、HP80% 以上、あーでもあれか、これ先制食らうな、残念。あ、言うてね、でね、この、赤オーディの場合少し耐久めんどくさいんだけど、水オーディの場合は、クロリループあるから、本当にこんな感じで消しておけば、まあ、青い子は本当はゼロコンでもいけるんだけど、まあ、クロリループしなくなっちゃうからね。はい、こんな感じで、1コンボしていってあげれば、余裕で耐久できる。もう HP の減らなさ見てほしい。うん。こうやって回復して、はい、食らいます。で、1コンボします。はい、1コンボし、あ、ミスった！ミスったけど、まあ全然大丈夫。1ターンはミスってもいいから、ちなみに。初手だからね、これ。はい、こんな感じ。っていうで待機できると。あと待機終わったら、クロリ使って突破していきましょう。すごない？はっきり言ってこんなん。てか結局ね、クロリはね、なんか、最近どうしても枠が足りなくて入れづらい雰囲気があったんだけど、もう最近なんか別にね、ヒエ1体でさ、火力足りるじゃん。マディーパーティーの場合、マディーとヒエで火力足りちゃうじゃん。ちょっと不安なのよくぐらいじゃん、はっきり言って。だからね、正直言ってもクロリ入れる枠が全然あるんだよね。なんかマジで強い。で、キラーに関してはここね、まあ、耐久できるんだけど、一応ね、闇ドロップと欠損してるんで、しっかりと盤面読んでいきましょう。まあ、ヒエのね、目覚めに関してはもうほんと気分次第なんでね、あれ、乗るときはめっちゃ乗ってくれるんだけど、乗らないとき全然乗らないから。ここはもう運次第ってことで。はい、OK だね、闇ドロップ来たね。これで倒していきます。言うて食らうのが HP 満タンで8万ぐらいか。で、HP 満タンじゃなくて80倍以下の場合とか、今回の場合とかだったら、だいたい10万ぐらい食らうんで、まあ、HP 満タンから始めれば2回は盤面セールのチャンスがあるかな。クロリループありで。うん。で、これで倒していきます。はい。そやね、6万2000。てか、毎ターン6万2000回復してるんだ。毎ターン6万2000回復してるの、バケモンすぎん？で、ここに関してもうすって突破してもいいんだけど、まあ、言うて落ち込んだしうざいって人は耐久してからでも OK。まあ、盤面ゲー結構厳しいからね、ここ。
まあ、言うてこんな感じで落ち込まれにしてから突破するのもありかな。でここに関しては、あ、ミスってない、オッケー。これで8コンボだね。まあ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 、これ別に落ち込みいらんかったけど、まあ、言うてね、盤面足りない時とか落ち込まれるんだったらなんとかなるからね。耐久するのもあり。てか火2億じゃん、やっぱ HP80% 以上乗るとやばいね。ちなみにこれ闇ドロップの、あの、なんだろう、3個消しとかでも火力バンバン上がるんで、マジで闇ドロップの数が多ければ多いほど火への火力がバンバン上がります。ガチでガチでバンバン上がるんで、ぜひ注目してほしい。後でえ、そんな上がんのってぐらいマジで上がるんで、3消しとか付け加えるだけで。でも言うてリ噛んだ、リダチェン食らってても全然大丈夫。やった、ヒターニャだ。当たり当たり当たり、ヒターニャ来てほしかった。これちょっと使っちゃおっかね、ネルギガンテの方が欲しいんで正直。あわよくば、あ、でもこれちょっと火力不足かな、さすがに。これも多分落ち込ん来ても火力足りないんで、まあまあこれはいらなかったな正直。来なかったしね、しかも。どうしようかな、ここまで使っちゃおっかね。冷え使ってまで使っちゃいましょう。はい、どうせまで溜まるんで、これ耐久したら。さすがにここでパズルミスはしたくないんで、ちゃんと組んであげて、はい、これで言うて余裕だとは思うんですが、まあ一応ね、まで使ってあげ、はい、まで使ってあげると3コンボ加算も入るんで、キタニアとかもね簡単に倒せます。でまでのコンボ加算に関して次使う場所が、あのボスのヨグソトースの場所なんで、まあ全然使ってもいいと思う俺は。うん、まあどっちでもいい、任せます。はい、でまたしてもヒエさんに嫌われていくけど、なんとかなると。あ、クローリ使ってない、やべえ。てかもう別にやばくないんだけどね、あのちょっとなんかさ、クローリループが強いよとか言ってるくせにさ、クローリ使ってないとたまに怒られるんだよね、コメント欄で。あ、そう、あとね、毒、これユーコルさん毒耐性最近つけてないですねって言われるんだけど、まあ裏池の存在毒耐性なくてもなんとかな、なんとかなるんだよね正直。セルケドとかもどうせだって食らったしに死んでるし、アナザージャスティスだっけ、あそこら辺もまあなんとかなるじゃん正直。そうで、クロリループの場合毒多少消してもなんとかなるから、まあ今回毒は対策してません。はい、まあ、ただこれによって何か起きたとしても僕は一切の責任を負いません。わかりやすい例で言うと、ネルギガンテが溜まってない状況でハマルに突入して、ハマルのハマルの毒花火を食らって、クロリループも溜まってなくて、やばいやばいって状況になったら GG。 そんな感じかな。さあここに関してはこれ7コンボか、これでナイス落ち込ん、 OK、 8コンボで倒していきます。まあ、言うて陣なくてもね、ネルギアンって溜まってればハマルに関してもどうにかなるんで、まあ個人的に毒耐性はもう捨ててもいいかなとは思ってるけど、不安な方はぜひね、ヒエとマジの場所毒耐性に変えてあげてください。それでなんとかなると思います。ほら、水、OK、 よし、これで8コンボかな。よしよしよし、ここに関してはもう4面運ゲーだからね。てかさ、このさ、あの10階層で出てくる2個ルーレット10ターン作ってるやつ、害悪すぎん、ガチで。俺も一番、いや最近異形の存在かなり快適になりつつあるんだけど、その中でもあいつだけ嫌いなキャラランキング超上位をまだまだ保ってるんだよ余裕で。あの子ムカつくよね。敵キャラとしては立派だと思うけど、本当にやっぱ出てくるとうざいよね実際。俺でいけると思うんだけど、ああ水待ちにしたかったけど、まあ7コンボでどうだろう。来た、闇落ち込ん来たね、これワンチャンあるよ。はい、こんな感じ。これやばない、これ。そうなんだよ、今みたいに闇が降ってくると火力がグイーンってマジで上がるから、ドル強多すぎて倒せちゃうんだよね正直言って。そこマジで強くない、評価してほしい。まあ、実際ドル強ってそういうところだからね、降ってくれば降ってくるほど火力上がるっていう、強さでも悪さでもあるから、盤面にドロップがないと火力出ないとかっていう悪さでもあるけど、やっぱ火力出るときはマジで出るから、ね、ひ、絶対間に合わんやん、絶対間に合わん。さあ落ち込んで2コンボ、ナイス、オッケー。まあ多少はね、落ち込んで頼ってこうぜ。でこれルーレットうざいから、まあ個人的に風来なかったらロックは残しておきたいかな。で風来たらオッケー、じゃあ残そう残そう残そう、残します。はい、
で、ここクローリ使ってあげて耐久していこう。ここでクローリ使ってあげればね、あのバインド食らったところで大丈夫なんで、6ターン残るんでね。ここで使えれば最高。あー、それはやったな、おい。測ったな、アースバロン。まあ、別にでもね、まあ、そこまで大した問題じゃなくて、実は。あの、言うてまあこんな感じで、ずっと耐久してあげれば全然どうにもなるんで、まあ、正直言うと実はそんな問題じゃない。これがもうクローリの強いところなんだよ。覚醒無効回復だから、これが。実質覚醒無効回復、これで。ね、こんな感じ。で、ここでクローリ使ってあげればまたループするから。もう、全然比叡バインド超えるか何の問題もない。言うなら、どっちのクローリがバインド来てもね、ここで使っておけば安心だからね。はい、こんな感じかな。で、しっかりと列組んで倒していきましょう。やばいぞ、これみんな。これやばい、絶対。3億6000万。今、闇の落ち込み3つ来たからね。やべえ。2つか、2つ来たもんね。強すぎる。メルギガンテのアシスト溜まっちゃってんのか。ちょっと耐久しすぎたな、これさすがに。うわー、すげえ悔しい。使っちゃう、ここで。これ使っちゃうわ、みんな、ごめん。よし。まあ、言うても火やるから大丈夫な気もしなくもないけど。なんか、アシスト使い忘れってこういうパーティーあるあるじゃない実際。日頃は溜まってないから気にしなかったら、忘れてたみたいな。あるあるだよね。あ、ほら、まさにね、ほら、稲とかね。マジであるあるだよね、実際。使い忘れる現象な。使っとこ、せめて。色欠損してるんで、火使っちゃって突破していきます。はい。はい。ん？こうか。頭が一瞬今ゼロになった。こんな感じかな。はい、オッケー。で、まあ次の先生に関してもクルーリがあるんで、何ら問題なく耐えれます。はい。じゃあ7階層。バースか。バースさんの場合だったらこれちょっと耐久してもよくない？ちょっと耐久しね。耐久するか。耐久しよう。いや、いいね。これちょっと耐久するわ。せっかくだし、ちょっと、溜めたいんで、正直、ネルギーなんて。ちょっとせっかくだからカットします。カット。ちなみに耐久力はこんな感じ。余裕ですね。はい。さあ、ということで耐久も終わったんで突破していきたいんですが、バース先輩に関しては、まで使ってもいい気がするし、まで溜まっちゃうんで、まで使います。はい。そしてまたネルギーなんて溜まりそうで笑った。ここまで使っちゃって、倒していきましょう。まで余分とかで使うと思ったんだけど、こっちでいいわ、てか。正直。これで、5コンボからの3コンボ加算なんで確実に倒せますと。まあ、ただ落ち込み来てくれるのはありがたいんで、まあ、全然問題はないと。はい、これでぶっ倒していきます。もちろん当然稲の追い打ちでワンパンと。じゃあ近いそう。耐久力高いって本当にいいよな。で、この子に関してはちょっとしょってね、こんなことしてくるんですけど、これちょっとワンパン狙いに行きたいんで倒しに行きます。はい、ネルギアンテ使いましょう。絶対倒したい。これ、この子残すとマジでめんどくさい。いきます。いや、こんな感じ。もうこれで無効感組んでるから、なんとかしてくれとしか祈れない。正直来い、落ち込む。まだいける。ナイス。どうだこれ。なあ、許して。それは許して。ずるい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 。え、まだ許してくれるの、もしかして。優しい、好き。え、俺運命の人と出会った今。ホイップ、俺と結婚してくれ、お前。マジか。めっちゃ、あ、やっぱ無理だ、お前。でもよく見たら。人間じゃなかった、ごめん。え、お前全然、え、お前全然に、え、お前全然人間じゃないじゃん。は？え、いや、お前、ほんとだ。え、全然人間じゃない、この子。なんかごめんな。よくわかんない言葉喋って。ごめん、なんもないよ。誰だ、あの子。てか、ホイップ相手にあんだけ削るこのパーティーなかなかやばい気もするんだが、なかなかだよな。はいはい。で、ここに関しても、はいはいと。はい、こんな感じ。7コンボ組んで1列でドーン。で、まあ、冷えも溜まったんで、最後使っていきましょう。もうね、はっきり言ってね、強すぎるんだよね。クローリーを、だから最強パーティーにクローリー出たらどうなるかっていうと、最強なんだよね、結局。待って。で、で、ここ、クテグアに関しては普通に倒してもらっていいんだけど、マディが溜まってない場合、ヨグサトウス安定してワンパンはできないんで、しっかりと先に闇ドロップを呼んでください。これ僕気づきました。あのね、無理にワンパンしたくていい。2ターンあるんだから闇ドロップ呼べばいいんだよ、よく考えたら。そう。で、これで、あとは、ネモ変換使ってあげて、はい。3、4、5、7、8、9、10、11、13。じゃあこれでイナも使ってあげて、
クロリも保険で使ってあげて、これでいいわけよ。でこっから倒そう、まずね。大事、本当に。無理なワンパンはしない。多分僕も学びました、さすがに。この最近の異形の光景を見て、自分の。で、ここに関しては、まあ、比叡7コンボ欲しいから、できれば落ち込み切ってほしいないです。じゃあ倒せるわ。それはずる。ちなみに、マデューだけでも、今ぐらい闇消しておけば、結構削れます。で、比叡がちゃんと火力出してくれれば突破できるって感じかな、ワンパンで。はい、ということで今回はね、マデューとイナ組み合わせて使ってみました。一応ね、言っておくとね、ハマルが来た場合はね、7回移送で使ったネルギガンテ帰ってると思うんで、ネルギガンテ使って、毒ドロップ14個だけ消すようにね、2個ずつね、分かるように並べてもらって配置してもらえれば、ハマルも対応できると思います。そんな感じで今回はもう火力最強、耐久力最強、回帰力最強、とんでもないパーティー紹介でした。ということでよろしければ、チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。